蒙古国が対馬に襲来した。血も涙もなく、ただひたすらに暴虐だ。我が方は80、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。死を恐れるな、飲み込まれるぞ。習わし、武勇、誉れ、それが我らが道だ。我らこそ志摩の勇士、我らこそモノノフだ。では足立殿、奴らの息をくじいてまいれ。よっ。腕に覚えの者あらば入れよ。なだ、チムニだ。我こそは足立春信、かの足立義信が五代の末裔なり。侍、我に下るか。誉れなき者には情け無用。さあかかれ、ただし一番守れ。かかれ。前進せねばなるまいぞ。おのおの敵将を逃してなるものか。者ども続け。猛虎どもの新手だ。切り捨てい。Yeah!
我らのみ。残された道は一つ、敵将を見つけ出し討ち取るのみ。最後までお供いたします。よく申した。来たぞ。あれが敵将。確保はできています。ここで決着をつけるぞ。我が名はコト、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰。どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う、侍よ。我に下るか。What if I don't wanna? This world sucks anyway.壊れておる。だがあるだけありがたい。誰が歯を研いでおった？武士か？やめろ！中に
知れそう。ああ、おそらくは。たちは？ここにはない。私に任せて。ほら、隠れろ。ああ、殺さないで。死ぬのめね。おめを出せ。少しならあるから持って行って。言うなってんだ。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた？数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。ユナ、後にして。くっそ、かがんで。どうする？こっち。助けようなんて思わないで。民の命が。志村殿は戦場におられたか？地頭の？知らないね。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが坂井陣か？地頭の甥の。して叔父上は生きておいでか？おそらくね。猛虎に囚われてるけど。場所はわかるか？東の海岸沿い。金田の木である。叔父上を捕らえたこと、守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下踏みを送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた？死なれちゃ困るからさ、手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。もうよしてくれ。踏むって。Dude, why would he put my sword so far away? Dude, I'm right here.その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか？太刀は食べ物と薬に変えた。何だと？怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。空手じゃ心もとない。使えそうなものをもらっときな。盗めというのか？持ち主はとっくに死んでる。この先に住んでる。
いるか？まずいね。もうこれ見つかったんだ。見張っておれ。俺が調べよう。太刀さえあれば家の中にどこかにあるはず。我が名は酒井仁、地頭である志村殿の甥、臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは酒井家の宝刀。戦を鎮め命を救った太刀だ。殴られたのか？いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならぬ。できます、叔父上。そうか。稽古の成果を見せてみろ。わしを撃ってみよう。はい、叔父上。さあ、撃ってこい。わしに当ててみよう。よろしい。さように戦えれば、あざをつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。では、そのあざをつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手から、いかにして身を守る。私の方が身軽でしょう。間合いの外から、疲れるのを待って、人たちで倒します。よろしい。敵がいかに策を巡らそうとも、武士たる者は、臆すことなく戦わねばならぬぞ。肝に銘じます。では、わしの防御を崩せ。酒井仁が、勇ある武士だと示してみよう。衝撃で防御を崩し、素早く打ち込め。衝撃で敵をひるませ、即撃で仕留めろ。やめよ、降参だ。加減しましたね。しておらん。太刀であったら、わしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。手心を期するでないぞ。よく防いだな。良い構えだ。守りの構えだ。疲れた。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え、痛みに耐えてみせよ。よし。では受け流しを教えよ。わしの動きをしかと見ていろ。打ち込まれたらすかさず防げ。覚えが早いぞ。上達しておるな。良い構えだ。休まれますか？お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわし、すかさず切り返してみよう。よし、その息だ。良い切り返しだ。うまく避けたな。よいか、かわしたらすぐさま攻めろ。わずかな反撃の気を待ち、生かせ。わしがついたら避けるのだ。どうだ、いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある。ご指導、痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか？あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に五本打った方が有限を決めるとする。ではタコにしましょう。お見事です。早すぎる。さすがおじ。うまいぞ、ジン。前にあと一つだけ問おう。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたかわかるか？主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ勇猛に戦い、酒井の家を守ることです。これは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは？それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか？行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。
I've not heard samurai.馬屋にいるかも。来て。